はい。パー4かな？うん。パー4ですね。360ヤード。フォロー。よいしょ。完璧。よいしょプロは今、はい、トチテレのハッピースイング出てます、はい、出てまして、さっきも声かけられてましたね、はい、かけられてた、ハッピースイングだねって、はい、あとですね、あとですね、まあ、それもチェックしていただきたいんですけども、はい、さらにインスタグラムやってるんで、うん、見てる皆さんにフォローしてほしいなと思います、はい、そうですね、はい、皆さんチャンネル登録以外に私のインスタフォローしてください。インスタグラムフォローしてください。更新頑張ります。ゆいちゃんもやってます。やってます。私も頑張って更新します。頑張ってください。皆さんチェックお願いします。お願いします。お願いします。結構距離はきっちり測るタイプですか？測りたい人ですね。あ、そうなんですね。なんか、その1ヤード、まあ、3ヤードぐらいでどっちかのミスをなんか比例したらこっちの方が多いなとか思うとそれをもう省けるから、そのきっちりの距離を知りたいです。なるほど。 8番届け、あ、届いたよ。でもあ、ナイス、だいぶ奥まで、ね、風噛んだ分転がった。噛むと転がるんだ。そうですね、スピンがほどけちゃうから。なるほどね。117、9番。多いですね。そしてスライス下りライン。そうだね。これはどんぐらい曲がるかって感じですね。いやー、どうか。ナイスタッチ。最後落ちなかったね。ナイスタッチ。ナイスパーです。ナイス。ナイスパすごい。なんか普通の人っていうか、私とかなんて周りの人もそうだけど、フックかな、スライスかなとか言ってグリーン上でずっと喋ってる気がするんだけど。一人で？いやいや、キャディーさんと？キャディーさんとかもそうだし、一緒に回ってる人とか、まあ、どっちかなとか言って、うーんとか言って。いや、私も相談したいですよ。けど、相談する相手が今日いないから。いや、純ちゃん。純ちゃん、相談したら帰ってきますかね。帰ってくる。帰ってくる。帰ってくる。スイッチャー相談していいですか？合ってるかどうかでも、なんかちょっと心配だよ。苦手すぎて、上りか下りかも分かんなくなってるんですよ。で、キャディさんいるじゃないですか、ラウンドしてて。で、普
通にじゃあ知り合いの人と回ってキャディーさんがいてってなって、うんうん、でもうライン読むの苦手だからキャディーさんにラインどっちですかこっちか登ってるかな下ってるかなって聞いたら、うんうん、もう周りのアマチュアの人にいやいや上りでしょとか下りでしょって言われるぐらいのレベルでもうライン読むのが苦手、うん、へー分かんなくなる途中で、うん、分かんなくなる考えすぎちゃうのかな、うんすごい逆読みしちゃう日めっちゃあるでも逆、うんうん、なんかフックじゃないかなーって言って思いっきりスライスしたりとかしたらもうあ、人のね言った人にねそうそうそう、うん、申し訳なくてすいませんって確かにねそれはそうかも人のラインってね、うん、ちょっとなんかそう自分のラインを自分で読み間違えないけど、うん、人のラインね、どっちだと思うって書いたら、うん、あ、多分こっちだと思うんですけどで逆言ったらさ、めっちゃ気まずくないその後そうそうそうなんかめっちゃ保険かけて言う、うんうん、可能性としてはみたいな多分こっちの方が高いからスライスすると思うけどどうでしょうねみたいな言い方にする、うん、その方がまだいい、うん、なんか外したとしてもね間違ったとしてもね、うん、あ違いましたねみたいなそっちかみたいな、うん、難しい LINE 読むの、うん、目があるともっと分かんない358ヤード。ハザードが。あ、でもあれ、左が池なだけか。でも池までは。250ヤードって書いてある。うん。そう。あ、右にキック。悔しがっております。よっしゃこれティーショットなんかいつもゆいちゃんは右側でプロは左側なんだけどなんかあんのかなティーがそう刺すとき癖かなそれかそうあの、うん、左のミスが嫌だから、うん、左を消したいから、うん、こうティーグラウンドもこう左に行っちゃうあで右向くみたいな、うん、なるほどね左を消したくなった、うんゆいちゃんは逆なんだよね、さっきから、うん、そう、私は体を浮くとスライス出ちゃうから、うん、スライス嫌だから、うん、右に立って、うん、できるだけ右を打たないようにしたいだから、基本は右の方が嫌なんだ右体が浮いちゃうんで、うん、右のミスが一番嫌なんですよだから、右で、まあ、ドローボールしか打ちたくないという気持ちから右には行かないと思って、あ右が全部立つのね、左を広く使いたい。はいはいはい。なるほどです。ありがとうございます。いくつでした ?174 です。174。何番 ?5 番ウッド。5番ウッド。風上げてるので。あ、そっか。そうです。ちょっと違うみたいな。ちょっとはい、熱く入ったかな。なるほど。ゆいちゃんは 100? 166で。5番ウッドで。おお。どう？超えた？あ、超えた超えた超えた。よくすごいところ行きましたね。やっぱ今風に風で流された。あ、風か。うん、今すごい左から。うん。あ、なるほどね。
ません。もうとりあえずなんか、フックじゃん。なんかこっち高く見えるけど、でもなんかスライスのようなフックのような、まあわからないんで、わからないからまっすぐ打つ。はい、はい、今日初めて私も LINE 読むから心の準備が見えてるかなと思って。とりあえず重いから。そうですね、当たった。なったけど、まっすぐ。おお、ナイスタッチです。でもね、やっぱね、最後スラ、ちょっとスライス、うん、確かに。全くスラに見えん。ちょっとやっぱ読まない方がいいかもしれない。私はフックだと思うよ。合ってるかな。あー、ちょっと弱かった。うん、まあまっすぐ。ナイス。純ちゃんのおかげでございます。まっすぐだった。まっすぐだった。まっすぐ、これまっすぐ、これまっすぐ、うんうん、まっすぐまっすぐ。ナイスです。急にめっちゃ効いてくるじゃん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。私のインスタもフォローしてください。はい、バイバーイ。